は新年度が始まりました。セールスの皆様、セールスターゲットを軽やかに達成する方法についてお話しします。こんにちは。ビジネス達人の教えを聞きいただきありがとうございます。私はデール・カーネギートレーニングジャパンの佐々木千鶴と申します。このプログラムは東京港区赤坂にありますデール・カーネギートレーニングジャパンのハイパフォーマンスセンターからお届けしております。このチャンネルではコミュニケーションスキル、リーダーシップ、プレゼンテーション、セールスにフォーカスしお話ししてまいります。まずはじめに今日のデール・カーネギーの原則をご紹介しましょう。このコーナーではデール・カーネギーの書籍、人を動かす道は開けるに書かれている60の人間関係とストレスに対処する原則を毎回お一つずつご紹介してまいります。今日のデール・カーネギーの原則、人間関係の原則20番、演出を考えて伝える。受講者の M さんのお話です。チームでプロジェクトを進める際に頭を抱えていたそうです。あー、スケジュール通りに準備が進まない、メンバーの団結力が足りない、ホワイトボードにあと何日とカウントダウンを書いてはあるけれど、カウントダウンの数字を書き換えるのは私だけ。どうしたらチームメンバーは自分ごとでプロジェクトに向き合ってくれるだろう。そこで M さんはチームメンバーに進捗が思わしくないことを指摘したり、こうしましょうと直接提案するのではなく、ホワイトボードにこのプロジェクトが終わったら何をしたいかを書きましょうと提案し、 M さん自ら一番最初に率先してホワイトボードに、プロジェクトが終わったら帰りの新幹線で美味しいビールを飲んでいますとイラスト付きで書いたそうです。そうするとチームメンバーが続々と M さんに続き、ノリノリでホワイトボードにそれぞれ思い思いの楽しみを書いたそうなんです。その後、日々メンバーは一丸となりプロジェクトに向かって楽しいアイデアを出し合い、忙しいにもかかわらずプロジェクトの準備に割く時間の優先順位が高くなっていったそうです。嬉しいことにホワイトボードのカウントダウンの数字も自発的に更新されるようになりました。進捗が思わしくなかったことを指摘せず、互いに気まずい思いをすることなく、楽しいことを書いただけでチームメンバーがみなやる気になった、素晴らしい動機づけをすることができました。ですから皆さん、演出を考えて伝えましょう。そうすればチームがポジティブに良い成果を作り出すことができます。それでは今日のトピックスタートしましょう。楽しく確実にセールスターゲットを達成する方法。新年度です。先日デール・カーネギーコースの修了者の愛さんからこのようなメッセージをいただきました。お元気ですか？昇格しました。私はおめでとうございます。昇格ということは何か成果を認められたということですね。素晴らしいですね、と返信しました。そうすると愛さんから、営業なので目標達成を続けてきただけです。次昇格したら役職も変わるので給料も少しアップします。と返信が来ました。私は営業で目標を達成し続けるって素晴らしいです。しかも次のゴールもしっかり設定されているんですね。と返事したところ、愛さんからちょっと低めのトーンで、新年度またリセットされてゼロスタートです。このご時世、気持ちや気分転換が難しいですね。気持ちを新たに新年度も頑張ります。とお返事が来ました。気持ちめちゃくちゃわかります。
前期末にターゲットを達成して嬉しい気持ちを味わった瞬間に気が新しくなり、また新しいターゲットに向かいゼロからスタートする気持ち、ジェットコースターのように楽しめたり緊張したり、またまたワクワクしたり、これを繰り返しているのです。日々の業務も短期的な山あり谷あり沢を越えながら曲線を描いているように見えても、長期的に見れば右肩上がりに傾斜を上り、数年後に気がついたら大きな山の上から美しい景色を眺めていることができていると信じたいものです。4月春です。新入社員の方、またはかつて新入社員だった方、子供の頃や学生時代の夢は何でしたか？私はこれまで社会に出る前に描いていた将来の夢は何でしたかと聞いて、ターゲットを毎期達成するセールスパーソンになりたかったという方にまだお会いしたことがありません。同じく大学でセールスを専攻し、専門的に勉強し、セールス学の博士号を持っているという方にもお目にかかったことがありません。幅広いビジネスの知識や経済、経営を学んだ方はいらっしゃっても、セールスを学問として学ばないのはなぜなのでしょうか。実際に社会に出てみると、私たちはたとえセールスという肩書きでなかったとしても、間違いなく何かを売るというお仕事に従事している方々がほとんどです。それは目に見える商品かもしれません。サービスかもしれません。売っているものは自分のスキルや時間かもしれません。私自身もセールスパーソンとしてのキャリアを重ねてきました。セールスのお仕事と聞くと、頭を下げて何かを買ってもらう、ターゲットがきつい、人の心理を巧みに操るスキルや話術が必要というイメージですという声もよく聞きます。1939年までセールスパーソンがセールスに関して受けられるトレーニングは社内のものだけでした。デール・カーネギーがその年にセールスパーソンに向けての初の公開トレーニングを開催したのです。そこで学ぶセールス哲学を胸に刻むと、セールスに対するネガティブなイメージは全くなくなり、仕事にも人生にも前向きになっていくと思います。このセールス哲学、皆様は何だと思いますか？後半ではこのセールス哲学にフォーカスして見てまいりましょう。このプログラムはデール・カーネギートレーニングジャパン公開コーストレーニングのスポンサーによりお届けしております。デール・カーネギートレーニングジャパンでは、公開コーストレーニング、インハウスカスタマイズトレーニングをオンラインまたは対面で、日本語そして英語のそれぞれの言語で行っております。このチャンネルでは隔週でビジネスプロフェッショナルに役立つアイデアや情報をお届けします。ぜひサブスクライブをお願いします。そして同僚、ご家族やご友人にもご紹介ください。こちらのポッドキャスト配信はお聞きの皆様の個人情報保護に配慮し、リブシンを採用させていただきました。リブシンは私たちの個人情報へのアクセスを誰にも許可しない厳格なポリシーを持っているので、皆様に安心してお聞きいただけます。動画での学びを深めたい方、ジャパンデール・カーネギーテレビで1000本以上の動画コンテンツをご覧いただけます。隔週木曜は YouTube でザ・ビジネスプロテレビもアップされています。ぜひチェックしてみてください。またデール・カーネギートレーニングジャパンについては、ウェブサイト japan.dalecarnegie.com をご覧ください。世界のビジネスプロフェッショナルの愛読書として名高いデール・カーネギーの人を動かす道は開けるもぜひお読みください。なお、このビジネス達人の教えについての感想やリクエスト、お悩みのご相談などは、地図.sasaki@dalecarnegie.com までご連絡いただけましたら幸いです。
帰りなさい。それではセールス哲学についてお話しします。一体何でしょうか？皆様は哲学お持ちですか？デール・カーネギーのセールス哲学は、相手の身になる、相手の視点からものを見るということです。セールス・アドバンテージという書籍の中でもこの哲学についてこう書かれています。当たり前だと思われるでしょう。しかし常識的であっても日常を実践されているとは限りません。セールスパーソンにとって購入者の視点から物を見定めるのは難しいことです。相手の内部事情、組織の状況、抱えている問題、経過などを知り、お悩み事を解決するソリューションを提供し、その対価を自信を持って頂戴するのです。この哲学を理解し、心から実践するようになれば、お客様との信頼関係が生まれ、自分自身の評価も高まり、強固な関係を築くことができます。この哲学に自分の個性を加えれば、熱意や情熱が出て、業績も自動的に上がり、誇りを持てるようになっていきます。セールスとは、人に何かを買わせるように誘導することではありません。お客様に利益をもたらすために、関係者全員が最良の決断をできる環境を作ることなのです。売り込まれることが好きな人はいません。購入する上で最良の決断をしたいと思っているのです。ですから、私たちのセールス哲学は人間関係の原則の一つ、相手の立場から物を見るに尽きると考えているのです。私はセールス学は社会で生きることで学べる壮大な学びだと思います。セールス哲学、プロセスを身につけ実践し、正しいコーチングや導きのもと、チャレンジをし続けてこその学びと成長です。これは学問として机上で学ぶだけでは絶対に身につけることができないスキルだと言えます。まるでスポーツやお料理、音楽と同じです。書籍、動画を見ただけでは身につかないのです。実際のお客様と向き合い、心の動きを体験し実践してこそ身につくものだと思います。新年度になり、木が新しくなった途端、ゼロからスタートするサイクルを楽しみましょう。挑戦と学びと成長により、私たちのセールスパーソンとして輝きが変わります。そして、自分が輝き始めた時、お客様をも照らし、輝かせることができます。そうなると、もはや、ターゲットや数値目標だけに振り回されない確固たるセールスパーソンとしてのビジョンを持ち、使命を全うすることができるようになります。落ち着いて一喜一憂することなく目の前に取り組めるようになるのです。新年度、今年もターゲットを達成したいと高い意欲をお持ちの皆様、大丈夫です。日々起こることは全てが必然の学びとチャンスです。デールが言うように、今日という一日の区切りでいきましょう。そうすれば、楽しみながらターゲットを楽々と超えることができます。今日もビジネス達人の教えを聞きいただきありがとうございました。新たな気づきはありましたか？エピソード21は新年度にちなんで話し方についてお話しします。どんなお話かご興味がある方、ぜひ次回のエピソードもチェックしてみてください。それでは次回のビジネス達人の教えでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。